肉でごぼうを巻いたヤワタ八万巻とは、ごぼうを主な食材として用いる日本の料理の一つである。ヤワタ村の郷土料理として知られる。ヤワタ巻は、煮て、か調理したごぼうを軸として、うなぎや土壌を巻きつけた後に、さらに煮るか、または、タレをつけて焼き上げるかして作る料理である。ところで、京都近郊のヤワタ村は、ごぼうの産地として知られていた。また、 この付近では天然のうなぎも取れたという、八幡の岩清水、八幡宮では、法上会の行事があり、本来摂政を包むべきその時期に、カワウ魚が食べられるように、ごぼうで巻いて隠して食べていたのが、始まりとされている。この料理の名称につく、八幡とは、この八幡村のことであり、2016年現在では、八幡市の郷土料理として紹介されているが、 日本全国で食べることができる。この他、うなぎや土壌を使った、ヤワタマキだけではなく、近年では、バリエーションの料理として、アナゴや牛肉を使用する、ヤワタマキも存在する。また、バリエーションとして、鶏肉を使用することもある。なお、ヤワタマキは、京都市を中心として、京都府に加えて、大阪府や滋賀県などでも食されている。おせち料理の一つとして利用される場合もある。 以下に、ヤワタマキが、具体的にどのような料理かの説明のために、うなぎを用いるタイプ、かつ、焼くタイプのヤワタマキのレシピを記載する。ただし、以下の作り方は、あくまで、ヤワタマキの一つの例に過ぎないことを、あらかじめ断っておく。まずごぼうを洗った後に4つに裂いておく。裂いたごぼうを、米のとぎ汁で湯がき、で6分から7分煮て味付けを行う。 ごぼうの中心に金串を一本通しておく。生きているうなぎを背開きにする。背開きにしたうなぎの頭部を切り落とす。頭部を切り落とした後は、縦方向に二等分する。金串を切り落としたうなぎの頭部に刺す。手に、金串とごぼうを持ち、うなぎの腹側を表にして、ごぼうの上に、螺旋状に重ね気味に巻いていく。巻き終わったら、数箇所を竹の皮で留め、両端は紐、または、 タコ糸で強く結んでおく。洗浄に金串を4本打ち、強火で白焼きにする。片面が焼ければ裏返して、反対側も焼く。白焼きが出来上がったら、うなぎの煮たたれをかけて再度焼き上げる。なお、竹の皮、紐、またはタコ糸などは、この後に外す。最後に3センチメートル程度の長さに切って、器に盛り付ければ出来上がり。なお、好みによって、 参照を振りかけて食する場合がある。ABC やわ巻き、AB うなじゅううなぎやわ巻き辻調理師専門学校、2013年5月3日、閲覧。AABK の一品物語第126回側と、里の出会いも、うん、やわ巻き、KBS 京都、2016年4月25日、閲覧。ABO 設置特集、定番とアレンジ、牛肉やわ巻き、エキサイト、 2016年4月25日閲覧、うなぎやわたまき、ありがとうございます。